はい。マキセですけど。じゃなかった。オカリン、どうしたにゃ？ああ、今行く。冗談じゃないわ。こんな大事な時期になんで私が。
新しい。Oh, that escalated quickly.私の知らないクリスを知っている人か。さては、岡部さんのことを考えていましたね。
What a tease.先輩、私のオリジナルと岡部さんは知り合いだったんですか？冬込みは何の心配もなくなったね。
そんな、お手伝いしてもらうなんて悪いよ。今日だって材料代を半分以上も肩代わりしてもらっちゃったでしょ。マユシーはそれだけで本当に嬉しかったから。私たちの衣装を作ってくれるんだから出さない方が申し訳ないよ。それに私、まゆりちゃんみたいに素敵な衣装を自分でも作ってみたいなってずっと思ってたの。うんうん、まゆしーの衣装ってクオリティ高いもんね。ほんと感謝してるんだからね。まゆりちゃん、ぜひ手伝わせてほしいな。うん、じゃあみんなで作ろう。あ、でもそれとは別にね、マユシーはみんなにお願いしたいことがあったのです。私はどうしようかな。もしかして戦略があるの？そりゃユキさんほどの美貌の持ち主ならイブのデートに誘ってくる男子は山ほどいるでしょう。そんなことないよ。そうなの？だったら私がほっときません。ふぶきちゃんとクリスマスにデートできるなら他のどんな予定よりも優先しちゃう。ゆきさんラボふぶきちゃんはまゆりちゃん一筋じゃなかったの？まゆしーだってかえでちゃんだって大好きだぜ。Enduring this sort of sexual harassment was nothing new for her. Ah, それでね、ユキさん。今度、マユシーに美味しいキッシュの作り方を教えてくれないかな。いいよ。何のキッシュがいい？マユシーはほうれん草とマッシュルームがいいな。 Don't forget the bacon. ハムとトマトとベーコンも美味しいよ。 Yeah, Kaida knows what's up. 想像しただけでよだれが。わあ、そっか、迷っちゃうのです。それじゃあ両方教えてあげる。本当？そうだよね。いろんな味があった方がみんなも喜ぶもんね。もしかしてクリスマスパーティー用に？
うん、そうなのです。あと1ヶ月もないけど、それまでにマスターしたいなって。じゃあ特訓だね。いつにする？明日は？うん、マユシーは大丈夫。あー、明日か。私、友達と約束が。私はバイト。場所は私の下宿先だとちょっと遠いから。ラボはどうかな。うん、いいよ。頑張って作り方覚えるぞ。楽しいパーティーになるといいね。うん、マユシ、サンタさんの衣装を作るからみんな着てくれる？ゴミ物分の他にさらに作るんだ。まゆりちゃん、気合い入ってるね。まゆしーはやる気満々だよ。まゆりちゃんも一緒に着るんだよね、サンタさんの衣装。じゃ。あのね、ふぶきちゃん、オカリンとマユシーはそういうのじゃないよ。またまた。本当だよ。だってオカリンには他に好きな人がいるのです。ええー、
本当に？うん。ごめんね。なんか余計なこと言っちゃった。ううん。マユシーとオカリンは幼なじみで仲良しさんっていうだけだから大丈夫だよ。そう。それよりそれより、ねえ、ユキさんは？え？私？うん。さっきの話、やっぱりクリスマスは彼氏さんと過ごすのかなーって。本当にいないってば。そう？みんな誤解してるよ。私そんなにモテないし。ここだけの話、年齢と彼氏いない歴が一緒だもの。ボジェ。そうなんですか？そこまで驚かれるなんて。じゃあ、ユキさん、ダルくんなんてどうかな？え、星田さん？うん。また何を言い出すの、マユシ。星田さんは変態紳士なんだよ。ユキさんが毒牙にかけられちゃう。橋田さんはいい人だけど、なんていうか、私みたいな子、あんまり好きじゃないんだと思う。
そんな顔しないで。マユシーは笑ってる時が一番可愛いんだから。あ、ね、ほらほら、笑わないとくすぐっちゃうぞ。こちょ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 。それはマユシーのセリフだよ。うん？なーに？冬コミマ、一緒にコスしようね。この前話したよ。冬コミマはね、マユシーは作る方に専念します。それでもいいからさ、とにかく冬コミマもこの4人で絶対一緒に参加しようね。当たり前だよ。そのために今日みんなで買い物したんだよ。だよね。でも約束だよ。うん、約束。それじゃあね。おやすみなさい、まゆりちゃん、ゆきさん。またね。てってれー。バイバーイ。はあ、
ぐらいからかな。毎日毎日夢の中でマユシーが死んで、その度に私や楓ちゃんは泣いて泣いて、でもどうすることもできなくて。夕べ見た夢なんか最悪だった。私たちの目の前で突然マユシーが倒れて動かなくなっちゃうの。そのマユシーをね、オカリンさんが悲鳴を上げながら抱きしめて、大きな声で叫んでて。ねえ、どうしちゃったんだろう私。なんでこんな夢ばっかり。落ち着いて、ふぶきちゃん。多分疲れてるせいよ。そうかな。そうなのかな。だってまゆりちゃん、今日もすごく元気だったでしょ。だから大丈夫。私やだよ、マユシーが死んだりしたら。そんなことありえないわ。絶対に。絶対に。絶対よ。うん。うん。とにかく気のせいよ。そんな悪いこと起きるはずがないでしょ。ごめんね、変なこと言って。